か。じゃあ。さあ、キャッチャーの話ばっかり聞いてると、はいはい、ちょっと、もっと来てると思います。そうなんすか。いやいや、違う違う、2000本打ってるからね。あ、いや、まあそうですよね、もう2000本、いや、8番からスタートした人間で2000本打つ初めてでしょ。いや、初めては8番の打席が一番多いのかな。7、8、7番、8番、どっちかです。最後の方向上がってきたもんね。まあ最後はちょっと上がってました。5番、4番まで打ったの。4番は1試合だけです。打ったよね、1打席です。そうだね。いや、5番、6番とかも、まあまあ、こういう印象があったんだけど、はい、まあ申し訳ないけど、終身打率って2割4分です。2割4分でしょ、はい、新之助とか、はい、古田もそう、やっぱこう、打てるようになって、はい、リードのこと言われなくなってたよ、まあ、そうですね。でも、あんまり打てなくて、はい、リードのことを言われなくなってたよ、はい、これは何、優勝、まあ、やっぱ勝ったからじゃないですか。そうかな、はい、でもやっぱね、勝負強かったよ、はい、いやもうそのイメージしかないです。そこは意識してました。やっぱり勝負どころと打席に入った時に変えてた、はい、平野時と、はい、でもまあ8番でランナーなしだとホームランばっかり狙ったり。そうですね。で、あとはまあ状況を見ながら、ここはまあ9番までなんとか、ね、うん、回しといた方がいいなって、ね、はい、うん、っていう時とか、まあ、そういう使い分け、まあ、自分の中での、まあ、結果はね、それはどうなる、その時によって違いますけど、そういうなんか場面で一応考えてやってました。その何、勝負どころに来た時にはどういう感じだったの、はい、まあ、例えば引っ張りの人がちょっとセンターに持っていくとか、はい、追い込まれたらもう三振しないように右の方向に持っていくとか、どういうこと考えて打席に立った、まあ、状況もあるよ、もちろん、はいはい、大事にしたこと。大事にしたことですか。狙い球を絞る。やっぱ絞る。絞りました、うん、まあ、そのボールが追い込まれるまでは、そのボールが来るまで待つっていう、どっちかというとそんな感じでしたね。で、それが来たらもう一振りで仕留めれるような準備、集中力っていうものは常に考えてましたけどね。でもあれだよな、狙って打ったホームランも結構あるもんな。ああ、まあありますね、何本か。いや、何本かって結構あるでしょ、はい、いや、例えば一人でランナーなしだったら8番、まあ、例えば打ってる時に一人で1点取った方がいいよ、絶対そうです。とかピッチャーに回すとか、はい、だから結構狙って打ってるでしょ。そうですね。そうだろ、まあ、ほら、嘘ついてる。そうですね。そうだよ、確かに。いや、俺忘れもしないけど、草薙でさ、はい、おい、しげ、ちょっとお前、最終で帰ろうよと言って、はい、もうホームラン打ってこいよって、決めてこいって言ったら、ホームラン打ってきたからね。バックスクリーンに、覚えてる。それ何年ですか。何年ぐらいかな。それ太陽ですか。太陽だったと思う。しげ、お前、ちょっとホームラン打ってこいよって言って、わかりましたって、8回にホームラン打って。で、次抑えて。最終で帰ったの、いや次の日お前移動ゲームだから大変だから先に帰ろうぜとか言って、静岡覚えてない、それ覚えてない、ホームラン打ってきたもん、すごいじゃないですか。いや、すごい。いや、だから俺の印象の中で狙って打ってるホームランっていうのは結構キャッチャーの人だと多いのかなと。山倉さんとかもそうだし、はい、でも、まあ、ホームランかどうかは別にして、球種はその結構張って打ってましたね、ここっていう時に。まあ、例えばホームラン打ちたいっていう時に、じゃあ左ピッチャーで、じゃあ自分の中で何が一番、このピッチャーのボールで何が一番ね、ホームランになりやすいのか考えて、はい、確率。で、そのボールが来たら、なんとか仕留めるようにしましたけど。でも、2000本打てると思った。いや、思わなかったですよ。だから僕2000、2000試合超えてちょっとしたぐらいに平松さんかな、名球会になんとか入りたかったんで、平松さんに、あ、平松さんだな、誰かに言ったんですよ、2500試合で名球会ってないですかっつって、あ、はい、だって2500試合も何人かしかいないんですよ。まあそうだよね、はい、2500オーバーの、うん、だからじゃあちょっと聞いてみるわっつって、3000試合って2人だけでしょ。そうです。おかしいな。3000って出れないっすよね。それをまあ却下されて、それからちょっと経ったら、あ、2000本、1800いくつになったんで、まあ、これもしかして打てると思って。それ何歳の時だった。40ぐらいじゃないですか。40ちょっとぐらいじゃないですか。で、あと200本もう切ったりとか。そうですね、100、はい、まあそれいくな、はい、まあ年間悪くても100ぐらいは打つもんな。もうでも40前後ぐらいから80本ぐらいですね。80から90ぐらいですね、大体。そんなってないかもしれないですね。で、最終的に何本打ったの。2100ちょっと打ったんですよ。打ったね。ホームラン230本、200、30本、200。
229スタジアムだったら300いってるかもな。そうですね、いや可能性は。いや名古屋でかいよ。広いです。でも飛ぶボールになったらいい、僕が行った頃はライトにも入れてましたから、僕名古屋ドーム。あれもう打った感じって全然違うもん。ボールですか、うん、やっぱり違いましたね。正直やっぱ軽いさ、当たりが近づいて、あ伸びていく、はい、当たった時の感触がちょっとなんか軽く感じてました。力はあったんですかね。でも昔は飛ばなかったのか。ああそうですね。ただあの狭い球場でそんなに打たないんだから、みんなですね。伊藤さん何本ですか。88。いい数字ですね。いやすごいですよ。でも違うヤフードーム、ヤフオクドームができた頃に、公式戦でヤクルト戦だったかな、行った時にね、佐々木と野村が、俺打ってたらゲージの後ろ行って、宇多川さん握りましょうよって、何握るんだよって言ったら、いやフリーバッティングのホームランって言うんだよ。ええとか思って入らなかった。いやボール飛ばないから本当に。そうですね、飛ばなかったよな。だから名古屋ドームの反対方向に打つなんていうのは考えられなかったでしょ。ね、まあでも僕は結構力ついたのかもしれないです。まあ、だから練習でも僕結構入れてましたから、あの当時あ、ま、あの狙ってライトスタンドに。あそう、練習で打席に入っててこいつ嫌だなと思うキャッチャーって誰だったの。キャッチャーですか。全部裏返るんだとか、こう読まれてんなっていう。あのね、対戦が少ないキャッチャーがキャッチャーの時は嫌でした。対戦数が少ないキャッチャーが、もう、だから打席に立って、そうです、そうです、だから僕は打席に入って、キャッチャーとして、この、まあ、相手の人ね、うん、対戦が少ないキャッチャーはやりづらかったです。読めないの、分かんないです。まあ、例えばその、銀次郎とか、はい、小林とかは、はい、まあ、主戦で大体かぶるじゃない、大城がかぶった時は嫌だった。そう、そう、そういうイメージ、そういうイメージです。古田とかは先に立ってて、僕はですか、もうピンチになるとインサイドに攻められるっていうのが結構もうあったんで、だからまあ狙ったりはしてましたけど、うん、はい、まあそれはもうね、打てても初戦3割打てるか打てないかですから、うん、チャンスでね、いくら読んだからって言って打てる確率はそんなにないですから、うん、でもそんなに嫌じゃなかったですね。嫌じゃなかった、はい、まあ、新之助とかもう嫌じゃなかったですね、はい、でもこれいいリードすんなと思うキャッチャーは誰だった。打席で嫌かっていうか、ちょっと矢野さんが嫌だったんですね。ああ、そう、はい、それどういう、なんかね、すごい、うわここでこれみたいな、あ、意表ついてる、意表つくのボールが多かったですね。うわそっち来たかみたいな。あ、やっぱキャッチャーやってて大変だろう。きついです。正直3打席目ぐらいになると、まあ、球数受けてる試合なんてもう握力がないの分かるんですよ、もう自分で。3打席目ぐらいからやっぱ握力なくなる、なくなります。もうそこを振り絞ってなんかグッとこう力入れないといけないんで。いやだって左手の方が大切なんだろうな、はい、握る方で、はい、そうですね、そう握力がなくなるの、はい、じゃあ右投げ左打ちの方がいいのか。右投げ新之助とか。ああまあそうですね、こっちで握れるから、はい、右ね、そうですね。でもキャッチャーで打つ、まあ、小林とか要求されてるじゃん、バッターとか、はい、大変。まあある程度はね、成績伸ばすのは大変だと思いますけどね。まあそうだよな、楽じゃないと思います。でもキャッチャーでよかったな。そうですね、今考えると。いや今考えるとってものすごく良かったでしょ。はい、でもキャッチャーの特権だよな、長くできる。そうですね、やっぱ経験も必要ということだよね、はい、まあ守備範囲が狭いんでね。やっぱそういうもんって、まあ、考えるとそうかな。でもきついですよ、足とか腰とか。そうだろう、はい、キャッチャーいいなと思ったのは、はい、地方球場行ってもそんなに変わらないじゃん、まあまあ、言っても、はい、範囲がね、まあ、ガタガタなところがあるわけ、はい、もう嫌だったの。打たすなよみたいな。ちげえ、もうカーブで引っ掛けてるとか思う、インサイド詰まってくるの嫌だとかさ、いろいろ考えながら。でもこう扇の要だからさ、動きとかすぐ分かるだろう。そうですね、こいつ悪いなとか。やっぱりその中日に行った時ってセンターラインがしっかりしてた、はい、まあ、まあ、キャッチャーに言うのセンターそうですね、井端荒木が、あれやっぱ最高、最高って言われると、うん、組み合わせを変えたらもっと最高な人もいるし、うん、いたし、でも荒木井端っていうのはやっぱり守備範囲も広かったし、うん、味に変わりました。もうまあ、何がびっくりしたって荒木の守備範囲ですよ。菊池より多分広いと思います今の。俺も知ってるのに。はい、
ミラさんもうほぼ動けなかったじゃないですか。逆切ってたし。逆切ってたっすか。いや、バーって首かしげるみたいな。意外と出す方だから。まあね、そうなんですよ、スイスイ出ちゃうんですよね。出るんだ。ピッチャー打たれた時にガクーンとすぐやってましたしね。あーみたいな。そうです、そうです。今考えると。あれなんか注意された。されました。されたんですけど、でももうここに入り込んじゃいすぎてるんですよ、自分の中で。だからやった後に、まだやっちゃったみたいな。やった後に反省はしましたけど、集中力が高かったね、意外に。ポイントポイントで、で抜き方もうまかった。抜く時ダラダラ抜くから。そうですね。いやもういや全部が全部真剣にできないよ。できないです。140試合全て 100% っていうのはできない。ちょっと厳しいですね。厳しいよ、はい、その試合の中でももうピッチャーが要求通りに来ない。来たと思ったらホールになる。投げたと思ったら甘くなる。もうサイン出さないからね。え、出さないですか。出さないとぐらいの感覚。あ、まあ、極端なんです。極端なんです。ここ、はい、また打たれもうしょうがないんで、お前がここにしか投げないんだからっていうような、いや、そのぐらいの感覚じゃないとやってられない時あるよな。でもあの時は痺れたの、日本シリーズの完全試合ノーヒットノーランだっけ。ああ、そうですね。いや、でもね、そんな痺れてないんですよね、僕。まあ、試合が勝ってたからっていう。まあ、1-0なんですよ。試合が1-0なんですよ。なんかその完全試合っていうよりも、とにかくこの試合を勝たなきゃいけないっていう。勝ったら日本一だからね。そうです、そうです。の方が僕は強かったです。まあ、山井が、はい、豆だっけ、あれ豆ですね、一応。もう投げれなかったんだっけ。まあ、投げようと思ったら投げれたんじゃないですかね、うん、はい。でも僕 も正直もう言わせていいなと思ってました。まあ、正直ボールも落ちてたし、受けてるのがあるとしてね。まあ、あの時はもう日本ハムの選手がスライダー全く合わなかったんですよ。これもう合わされるまでスライダーでまず押し通そうと思って、で少し意識が来たなと思ったところでフォークに変えたんですよ。で、まあ、思い通りになってた、なってて、でも8回の7回ぐらいからかな、少しキレがやっぱ悪くなって落ちてきてたんで、で 1-0 だったから、ちょっとそろそろまずいなと思って。そういう時は何言うの、監督に。もういや、あの時は、まあ、まあ、森さんがね、あのチーフコーチ、バッテリーのチーフだったんで、どうだって言われて、僕はもう変えた方がいいと思います、そうは言ったんです。いや、批判もあったじゃない、はい、いや、もう、えってなりましたもんね、あの時。いや、俺は変えると思ったけどね、だから個人のタイトルなのか、全員の勲章なのかっていうふうに考えると、やっぱりチームとして考えなきゃいけない。まあ、あれシーズン中だったら、もしかしたらあのまま行かせましょうよ、ね、うん、同点になるまでだっていうとか、ランナー出すまでとかね、うん、っていうことになってたかもしれないんですけど、やっぱりこと日本シリーズで、もうこの試合勝ったら日本一だっていう、うん、そうだよ、方の方が僕は大きかったんですね、正直。だからざわめいたよね。まあ、ざわめきましたね。でも岩瀬もしびれたと思う。いや、しびれたと思いますよ。あ、変えんのみたいな、刺されるよ、ここみたいなね。あ、でもあれで、あれ完全試合でしょ。だから僕か、ノーヒットノーランを、まあ、完全試合です4回やってるんですよ。天心と初めてやって、東京ドームで、で山本さんと阪神戦でやって、山井で横浜スタジアムでやって、で、完全試合で4試合やってるんですよ。山井は俺がいるときですね。多分そうでしょう。最後ファーストゴロかなんか、ボテボテの。もうフォーク行ったらみんなボテボテやってるんで、ね、山井が何がいいんだって言いたいよ。いや、その時バッティングコーチかヘッドコーチかどっちかだったと思うんだけど、その前の年にマイケンにやられてるんだよね、うん、2年だと。マイケンの時は2回で分かったよ、ね、ああ、これはもう全く合わないと思う。で、山井の時は5回がこれやばいって、もう全然合ってないって、もうちょっとストライクゾーン上げるとか、なんか工夫しろよとかなんてこと言ってたけど、全くダメだってね、もうフォークだと思ってやられたよ。ニコ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 してこっち見るから、いや、ほんとにこれすげえ楽しいなと思いながら見てたけど、やっぱいいキャッチャーになったよな、ほんとに。そうですか。いや、なった、うん、まだまだやっぱ厳しさもあるしね。で、若手をよく育てたよな、かぶりながら。いや、お前ここに投げきれないとメッセージ性があった。
はい、お前一流になれないから勝てるピッチャーになれないからって、ね、だから時としては厳しいリードするなっていうところもあった。でもそれはメッセージが伝わってないやつもいたから、まあまあ中にはね、それは全員が全員ね、なかなか伝わることはないと思うんで、まあでもある程度分かってくれたピッチャーっていうのはもう頑張ってくれました、ね、そうだよね、はい、いやだから結構育ててると思うよ、はい、これあのピッチングコーチが育てるんじゃなくて試合の中でシゲルが育てたピッチャーって結構いるよな、まあ、それを言っていただいて、いやいると思うよ、それ印象に残ってるピッチャーっている、こう変わったなっていうのは、まあドラゴンズだったら、まあ、やっぱり吉見ですよね。あ吉見、はい、最初はね、これで大丈夫なのっていうような、まあ、そんな気分もなかったなかったですよ、ね、まあ、ストライクは取れてたけど ね、フォークボールもね、そんなにめちゃめちゃ落ちるわけでもなく、なんかボールが全部鋭いわけでもなく、でもその中でどうやったら吉見のピッチングで抑えれるようになるかっていうのを、なんか2人でやってったと思うね、まあ、手作り感だよね、まあ、それは横浜にはなかった、まだ、正直まだそこまでなってなかったです僕は。あ、そんな、それ感じ出したのは何歳ぐらいかな。35前ぐらいです。あ、やっぱり経験がいるところだな。だからよくね、優勝してある程度1000試合ぐらい出たら経験がものを言うとかって言う、よく言うじゃないですか。いつになったらそれ自分に現れてくるのかなってずっと思ってました。あ、でそれがやっとそのあ、これが経験っていうものがそのものを言うっていうことなんだなっていうふうに思い始めたのが35前ぐらいです。なぜそう分かったかっていうと、良くも悪くもゲームがほぼ読めるようになったんですよ。ああ、はい、ここで打たれると。そうです、ここでもう勝ってるんだけども、いやこれこうこうこうなったら多分逆転されるなみたいな、良くも悪くも。だからじゃあその時に何をしなきゃいけないかっていうのがだんだん分かってきたのはそれぐらいからです。外から見てるとよくわかるけどな。そうなんですよ、流れとか、はいはい、実際中でやってるとなかなか、なかなか読めないからな、はい、でそれがまあ30ちょっと超えたぐらいの時は2月に10日間ぐらいそういう時期があったんですよ。ものすごいゲームが読めるっていう、うん、それが切れやなくなるんですよ。その時って切れるの、切れるんですよ。でまたふと現れていく自分があったんですよね。でもそれがほぼ年間を通してそういう感じになり始めたっていうのがそのぐらい、35ぐらい、はい、マスクかぶらない、これつらい、変えてくれんかなとかいう時もあったじゃないですか。じゃないともうこれ打たれるよみたいな、はい、まあ、最後の質問、はい、次に生まれても、まあ、野球やるとして、はい、キャッチャーやりたい、いや、やりたくない、いやそれだけ面白いことが、まあ、起きてて、はい、どこやんだよ。サード、お前サードで3000試合出れない。いやいや、まあ3000試合出たいと思わないあ、そう、はい、なんか3番サード谷繁みたいなね。あ、そう背番号4番じゃないんですよ。背番号8でいいっすね。あ、8好き、8好きなんですよ。おお、そう、はい、全員了解で、はい、でも最初1番ですもんね、背番号入ってたけどね。キャッチャー見えないんだね。あ、まあ、それで変えたんですよ。ギャグ、ギャグみたいな。いやでも俺はなんかキャッチャーやってみたいよね。そうですか、キャッチャーやってみたい、楽しいだろうなと思う。だってゲームコントロールできるんだもん。まあまあもうそれいっぱいやりましたから、だから今度なんかもっとこう客観的に、うん、こうなんか野球を見ながらやりたいなっていう、まあ、もしここ来た来た俺の場面みたいな常にまあ大変だもんな、キャッチャーっていろいろ考えてるしな。そうですね、打たれて帰ってきたら打席が回ってきてるみたいな。あれね、例えば一番ムカつくのはワンアウトランナー一塁でネクストバッターゲッツー打たれた時が一番ムカつくんですよこんなやろうと思って前のバッターにでもさ、屈辱的なのはさ、7番が出て8番で送りバントのサインが出て、はい、次ピッチャーが普通に打席に立っていくっていうのも、あ、でもね、嫌だ。いや、それはもう自分の力がない時ってそうなるんですよ。もうそれはしょうがないです。それはしょうがない。もうそこはね、自分のせいです。おー、かっこいい。だから自分が打てればそういうサインはないんですから。それよりも一番屈辱的なのは、例えばゲームスタートしました、初回に3点、5点、4点取られました、僕だけ変えられてピッチャーそのままってふざけられた。あー、まあ戸柱があったよね。ありましたね、急に変えられるやつ2回で変えられたっていう。でピッチャーそのままと、そうそうそう、いや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 みたいな、まあそうだよな、はい、投げてるのピッチャーだぞ、ね、いやそりゃそうだ、
やっぱ間違えるのもピッチャーだしな、はい、いや本当に、いやでもキャッチャー通りに、まあ、若い時は別問題として、はい、まあ、ある程度、まあ、35歳以上になって、はいはい、要求したところに来たらかなりの確率で抑えれると思います。でやっぱかなりの確率で完封もあるよ、ね、あると思います。あ、はい、まあ、コントロールだなピッチャーってな。そうですね。でも逆にいいんですよ、バッターってコントロールいいピッチャーの方が打ちやすくないですか。そうですよね、絶対どっちかに来る。そうなんですよ、狙ったら狙ったところに来るじゃないですか。そうそうそう、だから逆に僕はコントロールのいいピッチャーの時はものすごく気遣ったんですよ。逆に散らしてたの、逆に考えなきゃいけないんで、狙われたら絶対打たれるじゃないですか。でもわざとボール散らしたりとかした、まあ、結局そうです、そうなりますよね。まああれでも一番嫌だもんね。嫌です、バッター絶対嫌です。それでフォアボール出さないっていうやつがね、はいはい、藤浪なんか最高の最高なんですものを持ってる。そうです、この辺に来てくれればね。な、はい、でも時々殺人鬼みたいになっちゃうっていうからねとんでもないとこ行くから。そうなんですよね。ありがとうございました。ありがとうございました。貴重な時間ありがとうございます。